海老沢ななみの冗談じゃないよレディオ。冗談じゃないよ。ラジオ本編に入る前に一つ訂正がございます。お知らせ内で96分の映画とお伝えしておりますが、再編集を重ね89分になりました。それでは本編をお楽しみください。海老沢ななみの、いや臭かったまみの、水戸源太の冗談じゃないよラジオレディオレディオお待たせしました。チキヨロでーす。お願いします。チキヨロでーす。今回ですね、はいはい、9月2日の上映会の前に放送したいということがあったので、はい、ちょっとこういうふうに急遽撮らせていただいてますけど。前回も急遽撮り第2弾。第2弾ですね。で、前回は、まあ、撮影が終わりまして、はい、終わって、撮影中のことを前回話したんですけど、今回は撮影が終わってからやってたことについて、うん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 、ちょっと話していきたいなと思います。はいはいはい、そうですね。長かったです、うん、本当に。お疲れ様です。映画が無事完成しました。お疲れ様。はい、本当にお疲れ様でした。感謝しております。本当に、はい、海老沢さんと企画を始めてから完成するまでに2年ぐらいかかって、でもまたこれからかかりましたね。上映ってなるともう本当に映画って長いですね。長いですね。本当に、はい、本当に長かったですね。お疲れした。はい。ではですね。うん。ちょっと突っ込んでほしい感がすごい。指沢さんに突っ込んであげて。雑だよ。よし行こう。それ突っ込みなのか。ツッコミなのかい説教だった。ツッコミなのかい。いや、なんかさ、もうなんでやねん的なさ、さ、なんか始まり、そんな始まりからしたらさ、うん、もう再生回数10回ぐらいになっちゃう、本当に。ああ、面白くなんないとダメよ。もうちょっと、そうよ。おしゃべりした方がいいか。そうだよ。あ、じゃあ、ちょっと、全然違う話するけど、うん、私は最近月に祈ってる。やめた方がいいですね。なんでやん、はい、ということ何で祈ってんの。なんか神様とか見えないものに祈りる、うん、月見えるから。私なんか月ってすごいさ、関係ない話するよ。椎茸占いめっちゃ当たるじゃん。いや俺それスレッズでつぶやいたぞ。なんてつぶやいたの。椎茸占いっていうその雑誌がやってる占いがあって、で半年に1回、上半期下半期、そうだね、うん、それ出るんですけど、うん、マジで当たるんですよ。ね、でもさ、めっちゃ当たるけどさ、これってもうその月に生まれたかどうかでさ、こんなにも運勢が決まってたりさ、だって占いとかもほぼ誕生日ですごい出るじゃん。なんか月とかこの月の満ち欠け、うん、それにすっごい左右されてると思うんだよ、人間は。だから、そう、最近ね、冗談じゃないよ映画祭にエントリーさせたんですけど、月に祈って、はい、なるほど、なるほど、入選しますように。まだわかんないよ、入選しますようにって。じゃあそれでもしダメだったらもう月に占うのやめた方がいいんじゃん。それ、そうだね。だって月に占うべき人がいるかどうかわかんなくない。でもね、ああ、なるほど、ね、月に祈るっていうのは本当一個あって、この話、宇宙からの、メッセージが人間がちゃんと受け取って、これ宗教とかじゃないよ、受け取って、宗教やもん。で、自分は今体調がいいかどうかっていうのを便で確かめるっていうのは昔の人がやったの。で、っていうのも、うんこ。月を見て。便のことをさ、お通じって言うでしょ。はい、お通じなのよ。通じが来てたから、こう、自分の体調をこう、あ、自分も今日も行けません、ありがとうございますって、こう、こういうふう、その流れで来てた。今日、朝ってことですか。朝。いや、武田鉄矢のラジオで言ってたんだよ。だから本当にあるんで、そういうのは。うん、便で体調確かめるは分かったけど、うん、それは月から来てるってこと？そう、自分の体調は。そう。え、月からうんこは来てんじゃなくて？だって、月の引力で波が、できるとかあるでしょ？あ、そう。だからもう切っても離れないものなんだよ、月っていう。
だから月にお祈りするっていうことはいいことなのかもしれませんよね。でもそうするとは信じるか信じないかはあなたして。毎日うんこ見えといけよな。そんな毎日自分のうんこ見えといけよ。お通じっていう言いなさいよ。お通じって言いなさいよ。何ですか？食事中の方もいらっしゃる。そうだ、いないよ。お通じって言いなさいよ。うんこうんこうんこ。おい、やめてよ。冗談じゃないよね。そういうラジオじゃない？ちょっと。ダメ？うん、お通じ違うじゃん。でもその話し始めたね。美沢さんじゃないですか。お通じって言うんだよ。え？いや一緒じゃんだってそれは。お通じって言うんだよ、この野郎。花畑って言いなさいよ。もっと話変わってくれよ。やめてください、それ。どこまでがいいライン OK なのか分かんない。クレヨンしんちゃんみたいになってんだよ。お通じって言うんだからね。まあいいよ、別に冗談じゃないよ、ラジオっていうより溝手健太が変な人ってことになる、ね、なんでなんで、うん、いやだって普段お通じって言う、もういいよ全然充電あ、ごめんなさい、何の話してんの全然充電されてないじゃん、さっきからしてんのだから言ってんだよ。というわけでですね、冗談じゃないよの撮影が終わってから、はい、うん、大丈夫その流れで言って、はい、もうどあの、うん、まあ、なんかこれからもし映画作る方とか、はい、まあ、そもそも映画どうやって作られてるか知らないって人もいると思うんで、うんうんうん、こんなことをやってたんだとかちょっと参考になる、まあ、そうなったらいいかなみたいな感じで、まあ、どんなことやってたかちょっと話したいなと思います。すごく聞きたいって思う人は絶対いると思うんで、はい、はい、まず、うん、あのカット編集っていうものをしましてですね、うん、ここでですね、あ、この芝居いいな、どっちのがいいかなとかいろいろするわけですよ。で全部バッてつなげて、うん、すぐ走るけどバッて全部つながったらそれに合わせて録音をやってくださった直人さんが静音作業っていうのをするわけなんですよ、うん、まあ、で静音作業が固まるともう絵を動かせなくなる、うんうんうん、わかる、そうだよね、え、そう、うん、え、声音の音合わなくなっちゃうから、そう、口が合わなくなっちゃうから、まあその時もね、あのカット編集した時に全く冗談じゃないように関わってないあの方に見てもらったりしてね、意見もらったり、うんうん、でそこから尾形さんと音楽作ったりとかカラコレやったりして、カラコレって何ですか？あ、絵に色つけてもらったり、うん、もともとは何じゃ、ちょっと薄めに色作られてるの？もともとブラックマジックっていうのに撮ったんですけど、ブラックマジックっていうカメラでね、うん、はローデータ、私もちょっとそんな詳しくないから間違ってたら申し訳ないけどブラックマジックローデータっていうので撮れて、それすっごい他のカメラより色が薄くて、薄いからこそカラコレでいろんな色が、うん、幅が広いよ、うんうんうん、でね、またカラコレしてもらったりとかして、うん、なんかあれだな、本当にただの説明になっちゃう。でもいいんじゃん、別に。もうからこれして、で最後の最後に、え、マイクバレてんじゃんみたいな、マイクの影出てるわって。よく見たらそのマイクの棒が奥の方の壁にヒュンヒュンって影があったりとかして、うん、そういうのを一個一個も 0. 何コンマみたいなのでこう消してってもらったりとか。ありがたいね。して。まあ、今最終英語字幕をつけてもらってる。ということは？あ、海外の映画祭にもあの応募しようと思ってやってます。いや素晴らしいね。本当に嬉しいことですね。どうですか？行けたらいいね、海外。いや行けたらいいですよ、海外の映画祭。どうですか、海外の人に自分が見られるっていうのは。まあ、光栄というか、うん、まあ。でも海老沢さん意外とね、なんか海外っぽい顔してるもん。うん、いけそうだな、受け入れられそうだよ、うん、受け入れてくれそうですか、いいですか、俺日本人なんでいいっすかで手差し出されてもでも美沢さん意外とね、掘り深そうで深いし、掘り深そうで深い深いし海外顔してますよ。本当ですか、はい、全然いけると思いますよ。じゃあちょっと海外の映画祭で冗談じゃないよが、ノミネートされて、うん、海外の映画館でいろんな方々に見てもらえる作品になることを、ね、うん、願って好きに願っていこうと思っております。またその話するんですか。いや、うまいでしょ今のは。
なんだよ。なんだ。はい。なんだよ。なんだよ。雑談だよ、さっきから。ね、なんかさ、お菓子もさ、大きい音で食べてさ。違うじゃん、俺あのタイミングで。いじって欲しそうだったけど、スルーしてみた。あれスルーすると本当に俺なんか悪いやつみたいな。お前一人っ子だろ。二人っす。しかもこの映画に弟入ってるんで。弟優秀だよ。弟いい子だよね。うん、え、今日終わりこれで。何じゃないよ。何の話？でもなんかあれだな、うん、編集って、まあ、別に一人でやったわけじゃないけど、うん、あの撮影中と比べると、うん、まあでも結局一人でパソコンに向かってたりとかするとちょっとエピソードがそんなないわ、なんか抜け落ちたわ。俺は初めて見た時にあの完全に完パキしたやつも改めて見た時にね、わあなんかうわーその感情、あの引き出しにハマ、自分のね感情の引き出しというものがあるとします。はい、そこの、その段の、その右奥のやつを引っ張り出されたような感情になったんですよ。うん。その感情じゃないんだよ、今はって。でも、あの時感じたことがある、あの感情を、なんか、思い出させられたなって思って。だから感じたことのある感情だったからそういうことなんですけど、うん、全く感じたことのないものだったら、感じないと思うんですよ、そんなことはね。すごい難しくしちゃってるんですけど。言ってることは、私は海老沢さんの海老沢言語が分かるから分かるよ。分かった。全然分かんない。私は分かる。でも言葉が、ごめんなさい。あの下手、言語違うの？こことここで。いや、あの、どれだけ海老沢語に触れてるかっていう。下手ですいませんけど、でも本当にね、うわぁ、それ。海老沢さんってさ、LINE の長文とかはさ、うん、全部一文で来るじゃん。めっちゃ読みづらいよね。めっちゃ読みづらい。でも私分かる。全然分かんない。いや、結構怪文だけど分かる。いや、なんかこっちにも捉えられるし、こういう考え方もできるんだみたいな部分が。よくないから電話することですよ。うん、よーっつって。ういっつって。うん、あのねとかね、うん。だって今のあのねっていうトーンじゃん、今の。あのね。全然違うじゃない。うん、え、何の話してんの？いや、だからまあいいとして、その映画見終わった後に、誰もが感じたことのある感情に、映画見終わる前、映画を上映中の中でも、感じることができる作品になってるんじゃないかな。共感できるって言ったらもう、そんな簡単な言葉だけどさ、その簡単な言葉なんだよ、それは。言葉で分かりやすくしようと思ってた。その方がいい。はい。標準語に直した方がいい。感じる感じるが多いから、ね、全然違うんだよ。通訳なの？でもさ、あの音楽尾形さんが作ってくれてさ、その後ミックスの作業をさ、コロさんっていう方がやってくれて、うん、コロさんの家にさ一緒に行ったじゃん、うん、さそのみぞても来たじゃん。そう、ね、コロさんがさ何回も何回も嬉しそうにさラストシーンを見てさそうくーみたいな言いまくってたの、めっちゃ嬉しかったよね。これかっこいいよ。もう一回見よう、もう一回見ようとか。結局あの日何回いろんな人を見たか。15回ぐらい見たよね、ラストシーンで。みんな見終わるたびにもう一回、ふぅーみたいな気持ちになる。あれ楽しかった。うん、だし、その全く、ま、その関わってるんだけど、脚本とか撮影現場にいなかった人があそこまで嬉しそうにラストシーン見てるのが、ね、面白かった。嬉しかったですね。あの、多分見終わった時に、みんなが、いろんな人が見て感じる感情、うん、現れた感情は、もうあなた方そのもの、あの、私たちのものではなくて、あなたのものなのでっては思うんですけども、略してちゃって。だからもう映画を見た人の中に宿りたいってことなんじゃない？で続きどうぞ、うん、あの違うか。いやだから別に映画によって引き起こされたんじゃなくて、今のクーってコロさんのねクーっていうことが、うん、あのちょっと体験してほしい。あなたの中にある火だよってことですよ、うん、別に映画によって火がついたんじゃなくて、うん、別にあなたの中にずっと燃えてる火にちょっとあの
何カチャカチャって強めただけ で、あなたにもこの気持ちあるんだよっていうことじゃない。ありがとう。結構わかりやすくない、今海老沢さんの思いを、うん、すいません、うまく言えた気がするよ今。なんかなんて言ったらいいかわかんないけど、いろいろと投げんだよ。投げよ、うん、まあシンプルにね、言葉は伝えることはできるけど、そこにはシンプルにしたくない。いろんな、だから LINE の文章が分かりづらい。いろんなさ、背景があってさ、だから結局何も伝わらない。そう、いろんな背景があって、いろんな感情が動いて生物だからさ、うん、シンプルに伝えたらもうそこで終わりなんだけど、うん、なんかもったいないよな。でも、迷惑だよ。それは迷惑、俺には。でも、もったいないなって思う。皆さん分かりましたでしょうか？これが。うん、まあでもさ、撮影の時すごいいろんな人に関わってもらったけど、うん、ほんと編集期間は第2幕って感じで、ね、もう全然違う人たちいっぱいだもんね、うん、そうだね、最初全然顔も知らなかった人とかもいたし、うん、でやっぱ特に尾形さん、うん、尾形さんチーム、うん、とは結構やり取りする。あと音楽をこういう風に作ってほしいって言葉で言うのがめっちゃ難しい、うん、初だったしね、うん、そういうのだし、でもすごいラストシーンのあの音楽も結構やり直したんだけど、最終的にすごいこれこれってなった、自分的に、めっちゃ良かったけどな。ね、最初もっとね、なんか優しかった。あ、そうね。もっとこう力強く、ちょっと銀杏ボーイズっぽくしてください。あ、いや、良くないんじゃないそれ。それ良くないんじゃない。そう、あんま良くないね。でもなんかそれが分かりやすいじゃない。分かりやすいでしょ。分かりやすいよね。分かる。まあ言いたいことは分かる。大丈夫です。うん。みたいなね、こういうことが起きるんですよ。だから俺はシンプルに あれっぽくねって伝えたくないから、うん、遠くにいまして、これがオリジナルですって話なのに、うん、シンプルにペッて言ったらさ、あ、これねってなったら、うん、そこにはもっとオリジナリティが詰まっているのにとか思ってしまう、うん、まあでもそれを言われて解釈して作るのは別に尾形さんのオリジナリティだからね。イエス、うん、そう、難しかったっていう話、うん、ねえ、うん、そんなとこっすか。そうですね、まあ今でそれで完成しまして、うん、今はあの上映会、クラファン支援してくださった方の上映会と別でちゃんと劇場で公開できるように、うん、あの頑張って進めておりますので、はい、ここはまだあんまり確定してないんですが、もう進んでおりますということ、うん、なので期待、一般公開したいね。一般公開の際はまたまたよろしくお願いしますという気持ちです。そうですね、はい、じゃあそんなところで一旦、はい、CM です。30歳が迫る売れない役者エダ・ジョー。ジョーは情に厚い、体も丈夫。月曜日に入る荷上げの給料、後輩と飲む酒、家に帰れば彼女が待っている。ジョーのいる毎日は少し長い青春のようだった。ある時、可愛がっていた後輩が自分よりいい役で映画の出演が決まる。その日から弱さと向き合うこと、現実を許すこと、生きること、全部が怖くなった。そしてジョーは逃げた。たどり着いた先は惑星だった。詳細はインスタグラム、ツイッター、公式ウェブサイトで随時更新中。お見逃しなく。映画冗談じゃないよ、皆さんお楽しみに。以上、冗談じゃないよ監督のと石間好美役の草方真美でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、実はお知らせがあります。はい、何ですか。映画冗談じゃないの世界初公開日が決まりました。おお、イエーイ。前回も言ったね、うん、前回も言ったんですが、まあ、ちょっとこの大事な日の前にやっぱりラジオを撮っておきたいなということで今回撮っているんですが、はい、2023年9月2日もう一回言った方がいいですか。え、太く2023年そう9月、もうスターウォーズっぽく言ったよ。2日、もう一回やってみ。スターウォーズわかんない、ちょっと言わせて。なんでだよ。2023年9月2日だけをスターウォーズっぽく、スターウォーズっぽくもっと太く言った方がいいんじゃない。本当、太字の2023年9月2日
渋谷ユーロライブにて18時会場誰なのそれ18時半から草加と指沢の挨拶がありますので遅れないように映画館に遅れて入るのはとっても気まずいです。おいおいおい大丈夫かそれおいとっても気まずいですしみんながんうわそうかっていう気持ちにさせてしまう。ライト見せよですし、いきなり大切なお知らせ、暗闇の中に入って空いてる席を探すのも大変、うん、でわたわたしちゃって気まずくなっちゃうので、うん、遅れないように、うん、いろんな事情がありますよ。いろんな事情がありますが何も頭入ってくる遅れないことがみんなにとって幸せ。そこ全然重要じゃねえんだよ。いや重要だよね。でもさ、うん、その日のために新幹線で来たのに新幹線が遅延であるある電話くれちゃった、うん、その人たちにもそういうこと言うのって話よ。いう背景があるのにライト消せよって言われたらクッってなってどうすんだよ。辛いね。辛いな。誰に話してんだよそれは。まあなんで18時半から草加と指沢さんが軽く挨拶しまして18時40分から上映開始となります。で映画は96分の、はい、ちょっとちっちゃくなってる。96分の作品になりましたので、だいたい8時15分ぐらいまで上映がありますと、うん、はい、そこからちょっとトイレ休憩とかして、うん、8時半から主題歌と劇伴を作ってくださいました郡内尾形さんのライブがあります。うわ、しかも何？そして尾形さんはこの映画のために曲を新曲を書き下ろしてくれましたので、さっき話したからええって言ってさっき話したこの前さっきしたんだよ。ですので、うん、尾形さんのライブでもその曲を生で聴けると思います。楽しみですね。いや尾形さんのライブ最高だよ。最高だよ。映画見た後に尾形さんのライブ最高。うん、いいな。でですね、はい、そこからまあ8時50分ぐらい、うん、尾形さんのライブが20分ぐらいありまして、うん、そこから草加海老沢を含むアンコールがあってもいい、うん、まあ、キャスト数名でトークイベントがありまして、ちょっとキャストはまだ誰が来るか確定しておりませんのでちょっとお楽しみにという感じなんですが、うんうん、でまあみんなでみんなでっていうか写真タイムとかもありまして、うん、大体9時半ぐらいまでのイベントとなっております。結構長いイベントですので、もうその日の夜は冗談じゃないよ楽しむという気持ちで来ていただけると、うん、めっちゃ楽しみ。ちょうど良いのではないかなと。9月2日、はい、土曜日、土曜日ということですので皆様体調や事故に気をつけてその日まで元気にお過ごしくださいませ。うん、楽しみだよ。ドキドキしてきちゃった、うんうん、どんなこと喋るっすか。舞台挨拶なんか草加海老沢の挨拶みたいなのあるじゃん。うん、やっといた方がいいんじゃないですか。ああ、一回やってみますか、うん、だってこれちょっとしかないんでしょ時間。そうっすね、10分ぐらいでしょ、うん、でちょっと軽くやってみればいいんじゃないですか。緊張しちゃったら大変なことになっちゃうからね。予行練習どう。はい、はい、やりましょう。じゃあじゃあ俺こっち司会者、司会者やるんで。わかりました。はい、皆様本日は映画冗談じゃないよお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは監督草加珠美、主演海老沢七海より皆様にご挨拶がございます。お二人どうぞ登壇してください。はいはいはい、来ます。はい、じゃあマイクこう二人。こんばんは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 。今回ですね、ですね、主演で企画、させていただきました海老沢七海と申します。皆様はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。監督をしました。小さくねえか。草加珠美です。小さくねえか。今回はおいドラフンをご支援いただきました。本当にありがとうございました。おい、それでは96分の映画になりますのでよろしくお願いします。どうした急に喉痛いか。僕はですね、喋、うん、んのかまだ。やっぱり
ちょっとこう、よかったな、旅行練習してて、これ。ぐだってるぞ。なんか、ちょっとこうから長いぞ。いいですね、やっぱこう。お、薄いぞ作品。薄いぞ。もっとあるよ。映画っていうのは、何なんでしょうかね。うん、わあ、問いかけちゃってるもん。はぁ、あ。はぁ、あ、何え、二人とも何これ。大丈夫声小さい。ラップ。ラップ。バカじゃねえ。バカじゃねえ。ラップとかしたらいいんじゃん。もう出てきて。もう一回やっていいですか、もう一回。あ、じゃあ俺もう一回やりましょうか。うん、では、お願いしますからね、はい。では、お二人、お願いします。はい、いや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 。3、2、1、ダーン。これは空気砲。ああ、やっちゃってるね。たけし、みんな。たけしやっちゃってるね。何これうん、たけしやっちゃってるね。ユーロの試合に、ドーッドーつまみ出せわああれ誰あ、主演で企画の人です。やばい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 。よいやいやいや。いやいや。そっからなのここは大東京、渋谷。俺はさっき食ってきた。油ラーメン返金しようかクラファンの人に口臭かったらごめん返金しようか見て明日の一面この紙面おいおい粘土切った断面ごめんなさいすいませんもう一回やっていいですかもうダメだよいいわけねえだろいいわけねえだろそんなんで怖いね怖いねえじゃねえんだよそれでさ、監督もさ、ラップやろうかじゃねえなよ。寝てんの、ほんとに。怖かったよ、ほんとに怖い。それか、あの、ブレイキングダウンみたいな感じで、煽り V みたいな。ああ、もう一回いいっすかもう一回だけだよ。それでは、お願いします。そしたら、ピーンっつって、あの、まず、あの、対戦者の V に。そう、対戦者の、あの、そう質問して、対戦者 あのイメージどうですか対戦相手のイメージ。エビタさん、はい、対戦する方のイメージどう思うお考えですか。ちっちゃいですね。もうあんなのスマキにして振ってあの吹いちゃえば飛んじゃうでしょ。思考が中山筋肉みたいな。続きまして草加選手の対戦相手のイメージ印象どうでしょう。草加さんどうですか今回対戦相手は。なんでかいだけっす。あ、でかいんだ一応。でかいん、デブっていう感じです。誰とだ。ブレイキングダウン。で、両者前へフェイストゥフェイスで言ってたから。なんだこの野郎。笑ってるだけじゃねえかこの野郎。お前なんかよ。うん。企画とか言いながら。この半年何やってたんだよ。まずいまずいまずい、この時まずい。いろいろやってたんだよ。こっちはいろいろやってんのになんか、のほほんと過ごしてたんじゃねえかよ。やばい、口喧嘩ダウン。立場があるだろうよ。いろいろとポジショニングがあるだよ。バカ野郎。あるだよ。そのポジションに下がってたのは自分の責任だろ。おい、よくないぞ。またよくない方言ってる。監督がそんなに偉いのかよ。またよくない方言ってるって。全部お前引っ下げてるよ、こっちは。はい。ということで、冗談じゃないよ、96分の映画になりますので、皆様お楽しみくださいませ。返金しろ公開やめろ、今すぐに、うん。一番盛り上がったんじゃないブレイキングダウン編が。ブレイキングダウンやばいね。それで行くじゃん。うん。でもリアルに多分普通に挨拶しようと思ったら、私あの声の大きさになるから。緊張しちゃって。うん。ブレイキングダウンぐらいがちょうどいいです。で、なんか、ポーズすれば最初。このラジオ聴いてる人にしかわからないポーズ。ポーズ出てきたときに知らねえよラジオでポーズ見せられるしこれあれじゃん菅田将暉さんがアカデミー賞でラジオで言ってそうだよそうアカデミー賞でこんなことやるってラジオで事前に言っといて、うん、当日それをやるって何やったんだっけあれだよカフをなんか上げる動作みたいなやつじゃなかったっけカフって何あのラジオのこうマイクのほうについてるこれああかあのこのこれあーウィンってねそうなんだろうね、うん、前あの階段ファイティングポーズファイティングポーズ両者前へってさやるんですねうんやるこれはやるいいですよだから海老沢さんが海老沢さんがあの登壇するときにちょっとつまずくとかでもいいですよ
や、私やっぱこのファイティングポーズで綺麗な格好してるの。なるほど。衣装さんがで、ファイティングポーズの2人で、うん、出てきてすぐ手前の あれでいいじゃん。じゃあでこのそこで記念撮影のとこでそれすればいい。ああ、それもいい。で、あの体重計乗ってクリアですバカ野郎バカ野郎マジで 58.2 キロクリアですバカ野郎マジで絶対やるなよっていう感じです、ね、趣旨変わるかんな本当、はい、じゃあもういいですか、曲振りいっちゃっていいですか、はい、どうぞ。僕やっぱり新曲聴いてほしいところですが、これは9月2日の上映会、文内小田さんの生ライブまで撮って、今の息継ぎ撮っといていただいて、楽しみにしておいてください。はい、なので、文内小田さんで僕が大好きな曲、走れ月。僕はずっと好きだったよ。だけど本当にやるなんて思わなかったよ。友達もたくさんここでできたんだ。お金もたくさんここで使ったんだ。女もタバコもお酒も覚えたよ。だからもう大人になったって言ってくれないかい。夢ばかり見ていてごめんなさい。だけどこれしかできなかったよ。申し訳なさそうに頼むあなた。ああもうちょっと一緒にいれるんだなと安心した私。君と歩く住宅街が僕の愛だ。君の部屋から見える景色が僕の街だ。君はもう眠るのかい。僕はまだ歌うよ。君はもう眠るのかい。なんてやめてしまえばいいんじゃないかと月さん。別に音楽なんて捨ててしまえばいいんじゃないかとおテントさん。いい歌ばかり書こうとしてたら言葉が歌詞みたいになってしまって、まともに誰とも話せなくなってしまったよ。酒を飲んで歩けなくなってしまった夜は、何度も何度も君のことばかり話してしまうよ。悔しいな、いつでもこんな歌なんかより君の生活の方がもっともっと偉大だったよ。Thank you.
行くのかなんて聞かないでおくれよ。聞いて欲しくもないよ、言いたくもないよ、苦しいよ。昔の僕が後ろから走ってきて刺されそうになった夜だ。後ろを振り向いても月しかいない夜だ。君は明日も早いのかい。僕は何にもないよ。君は明日も早いのかい。僕は何にもないよ。走れ月、走れ月、走れ月、走れ月。ありがとうございました。グルナー尾形で走れ月でしたね。いやとてもいい。僕本当この曲を聴いて、まずたまちゃんにですね、冗談じゃないよっていうか、この曲グルナー尾形さんでね、企画段階でグルナー尾形さんに主題歌やってほしいっていう話を聞いたときに、この曲めちゃくちゃ海老沢さんの今の状況と合ってるかなって送ってきてもらった曲がグルナー尾形の走れ月だったんですよ。でそれを聞いたときに、なんてすごい自分のことを、これ自分のことだって本当に思ったような。そう思える映画とか、なんか作品いいよね。うん、それってすごいことよね。映画違うよ、くんなよ、わざさん。それは分かってるけど、全然話聞いてなかった今。え、聞いてるよ。いやいや、だから違う、まあ意味わかんないからいきなり映画の話になったの。いやいや、だからそういう創作物で、え、これ自分のことだって思わせられるものってすごいよね。うん、うん、映画ってつけちゃうとまたわかんなくなっちゃうからさ。銀この野郎だ、この野郎てめえ、本気でだ。何びっくりしちゃった今。いや、ラフタートーク行きましょうか。これアフタートークじゃないの？アフタートーク、違う。アフタートークってそもそもラジオ終わった後にするやつ。まだ本編だ。この間、今からすんのそれ。知り合いの人がね、このラジオを聞いて、うん、お前、相変わらず、べしゃり下手だから変わってねえなって言われたんですけど、うん。うん、ですけど、何ですかって話なんですよね。でも聞いてくれて嬉しいなって思いましたよ。危なくない？全然面白くないし、なんかただ愚痴言っただけみたいになってるけど。ラップで行った方が良かったんだ。うん、ラップで。いやいやいや、この間聞いてくれた冗談レディオ、問答無用で俺に文句。だけど俺は、ちょっと違うな。ヒール役。そこじゃないよな。食らうぜお前のタックル。だけど俺は返すはず。ということで。そうやってるうちにね、アドバイスを。じゃあ、触りたい、今回終わりたいと思います、本当に。空気上では表せない。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また次回、はい、試写会でお会いしましょう。楽しみにしております。試写会の星をつかみに行こうか。それでは皆さん、さようなら。太陽をつかもうね。バイバイ。